もうお一人ご紹介しましょう。マングローブの植林に関する研究の世界的権威、琉球大学の馬場教授にも、プロジェクト発足以来多くのご協力をいただいています。教授に指導していただいたもう一つの植林の成果を次にご覧いただきましょう。シンガポールから高速船で1時間。インドネシア領の中で最もシンガポールに近いのがバタム島です。バタムではその地理的条件から外資系企業の誘致が進み、住宅やリゾートの建設も急ピッチで進んでいます。開発が進めば環境に影響が出ることは避けられない課題です。バタム市では積極的に植林を行うことで環境を保全するという試みに熱心に取り組んでいます。私たちが最初の植林試験を行ったのがこのバタムです。アクネと一緒に試験植林の指揮を取ったのがバスリーです。お気づきかもしれませんが、彼はこのビデオの中にもうすでに何度も登場しています。バスリーはマングローブ植林のエキスパートです。私たちと出会う前、このバタムで小規模ではありますがマングローブの森作りに成功を収めていました。私がバタムで最初にマングローブを植えたのがここです。ここには以前マングローブの森があったのですが、後ろにあるガス会社のパイプラインを通すために掘り返してしまったんですね。その後、環境保全のために植林を行うことになり、私に依頼が来たのです。経験のある人が他にいなかったんです。バタムの沿岸を船で回ってみると、あちこちに漁村が見えてきます。魚を取る仕掛けも次々に現れます。この一帯は漁業資源が本当に豊かな海なのです。漁村の一つに寄らせてもらいました。マングローブで炭を作っていました。シンガポールに出荷されるそうです。漁師の親父さんが話をしてくれました。もしマングローブがなくなったら、初めて会った漁村の漁師の言葉にも私たちは大切なことを教えられます。